やってんのー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラステックに、グアウゼダーフトジーフジコルプ。いやいや、それはちょっとそのノリで話すような内容じゃないのぜ。まあそうなんだよね、昔になんちゃらハウスかなんかで自殺者が出た時と同じくらい深刻なことだと思うよ。この動画では時系列的に何が起こったのかのざっくりとした解説と、それと今後のメディアミックスのあり方について話していこうと思うよ。それはありがたいのぜ。聞き流すだけでいいように作ってあるので BGM 代わりにお使いください。で、何が起こったのかというと、セクシー田中さんの漫画原作者が、多分、ドラマ制作陣と揉めたことにより憤死してしまったことにより、今後数週間から数ヶ月間は社会現象になる事案が発生しました。と言っても、遺書が公開されていないので、あくまでもそうなんじゃないのかな？っていう推測なのぜ。漫画は普通によくできた女性に最適化された作品だよ。で、どうしてセクシー田中さんの作者が憤死してしまったように見えるのか？というと、ドラマ化にあたって再三にわたって原作レイプはしてくれるな、と念押しして、向こう側はそれを受諾したのにもかかわらず、ドラマ制作陣が原作レイプしちゃったって書が原因とされています。ダメじゃん。そうなの、ダメダメだよね。というのも、おまんじゅうが今回の事案で思うことなんだけど、昔にチャンネルのひろゆきが、嘘を嘘と見抜けない人は2チャンネルはしない方がいいって発言があったんだけど、そんな感じで実写ドラマ化っていうのは、メンタルケアが必要なくらい繊細な漫画原作者はしない方がいいって強く思ったよ。ふむふむなのぜ。というのも、漫画原作、実写ドラマ化ってお互い様なところがあって、実写ドラマ作りたいって奴らは、おまんまのためと、あとは原作のファンが一定数は流入してくれるんじゃないのか？ってスケベ心が少なからずあると思うから実写ドラマ化すると思うんだよね。まあ、順当な動機だと思うのぜ。で、それは原作漫画にも言えることで、今後しばらくは本屋で実写ドラマ化ってルビ振ってもらえて平積みしてくれる可能性があるし、少なからずドラマを見た一定数は漫画を買ってくれるかもしれないわけじゃない？まあ、順当な動機だと思うのぜ。これはまあ言うなれば持ちつ持たれつの関係なので、お互いにどこかかで線引きが必要というか、線引きができる人間じゃないと向いていないというか、まあ、それでも少なからずドラマする側は、原作を使わせていただいているのだから、作者の意図しないようなクソ行為はしてはいけない。最低限の礼節なのぜ。で、漫画原作者は、ドラマ化というのは勉強が一切できない、日常生活すらまともに送れないようなかわいそうな子なので、1ミリも自分の意図を組んでくれるなんて期待してはいけない。って線引きが必要なんじゃないのかなって思う。うちらおまんじゅうは今後ジパングから生まれる漫画原作の実写ドラマがどういう評価になるのか、99% の確率で的中させられる自信があるのぜ。そうそう、そんな感じで過去から推移すればジパングが作る実写ドラマがどういった状況かなんて、言わなくてもほんのちょっとでも調べればわかるでしょって話ね。で、ここからなんだけど、もしも今回の作家のように作家がこだわり派なら、ドラマ制作側に丸投げしては絶対にいけない戒め。小田栄一郎のように自らがリソース払ってクオリティコントロールをしなければならない。そして、そこまでのコストをかけたとしても 100% クオリティコントロールなどできやしない。って部分は、雑誌編集者はしっかり漫画家に伝える必要があると思うよ。是非もなしって話なのぜ。で、ここからはこっちの事情も考えてよってことで、映像作品と漫画作品の根本的にここが違うよって部分の解説をします。一応うちらおまんじゅうはどちらの方にも寄らずに解説しているつもりなのぜ。まず、漫画ってのは紙が生み出した紙によってほぼ 100% コントロールされた作品です。というのは、漫画家はほぼ 100% どうしたいのか？を表現できるし、コントロールできます。まあ当然なのぜ。で、そういった紙の視点で物事を普段から見ている人にとっては、もしかしたら町内会の寄り合いの視点が抜けてしまうのではないか？という部分の話をします。ふむふむ。次に、映像作品というのは町内会の寄り合いみたいな感じです。映像作品を作る上で、個々人の意見というとは、通っても 20% とかそんな感じの、意見や価値観が通りにくいコンテンツになります。ふむふむ、これは関わっているプレイヤーが多いからそうなるのは是非もなしということなのぜ。例えばハリウッドドラマなんかだともっと典型的で、役者が脚本見て、あれ？俺の役今週でガメをベラするやんってことで脚本家にごねて、なんで俺のキャラガメをベラさせるんだよ殺すなよ役目でしょ？なんてことが日常茶飯事で発生します。脚本家からしたらたまったもんじゃないのぜ。そんな感じで、ドラマというか映像の世界って利害関係者が多くなりすぎて非常にコントロールが難しいコンテンツとなります。ふむふむ、これを知らない職人かたぎの、普段は紙の世界で生きている人にとって、ドラマってそういうものだということが分かっていないと、
そこにコミュニケーションギャップが発生する可能性が起こるということは容易に示唆できます。なるほど。普段毎日締め切りと戦ってて漫画の世界にどっぷり使っている職人のような作家がいたとしたら、物事を自分が持っている物差しの延長線上で予測したり捉えたりしちゃうと、普段ドラマに関わっている人との物差しの違い、リアリティの違いが発生しうるということを言いたいわけなのぜ。そうそう、普段センチメートルで長さを測っている人が10センチで仕上げてねってお願いしても、向こうがマイル使って長さを測る人だった場合、10マイルで仕上げてきた場合、言ったこと一つも守れてない、どうしてくれんのこれってなる可能性が往々にして起こりうるって話です。例えば仮に脚本家がそんなもんだったり、なるべく変更はしていないつもりだったとしても、持っている尺度が違うから先方にとっては致命的におかしい結果に移るということなので、そういうこと。うちらおまんじゅうからすると、人間というのはディスコミュニケーションの塊なので、やりすぎってくらいしっかりコミュニケーションを取らないと不幸な行き違いってのは簡単に発生するよってことね。ふむふむ、確かにそう思うのぜ。次に、そもそもなんだけど、ジパングの漫画原作の実写ドラマで成功した作品ってある？って部分を、今度実写ドラマか、映画化のオファーが来た漫画や小説原作者は理解する必要があるんじゃないかな？って部分は今後、肝に銘じておく部分だとおまんじゅうは思うよ。そりゃその通りだと思うのぜ。もしかしたら、自分の作品だけはワンチャン。とか泣きの一回で、とかなんて淡い期待は一切持たないこと、勉強のできない子が、勉強しないでハーバード大学入ろうとしている感じだから、過去のほぼ全ての作品が原作レイプだったように、君の未来の作品もお通夜になるよってことは肝に銘じておくこと。編集者もその旨をしっかり漫画原作者に伝えておく。ドラマ制作側も、我々ジパングさんの漫画原作ドラマはうんこのような出来にしかなりませんけど、原作レイプさせてくれませんか？で誠意を見せることが大事だと思うよ。そう伝えてあげないと、漫画原作者に対してすごく失礼なのぜ。どう取り繕ってもうんこ以下のあれしか作れないのは過去のデータが示している通りなんだから、両分にすらならないプライドなんか捨てて、しっかり現状を認識することがドラマ制作側に必要なことだと思うよ。で、次にこれ、古の昔から、様々なところで伝えられてるジパングの悪癖だとおまんじゅうが思うところなんだけど、契約書はしっかりドロー。古事記にもそう書かれているので、何が言いたいのかというと、ジパング人を信用するなって部分で、この漫画原作者は再三にわたって原作通りにシナリオを進行してくださいって伝えたって書いてあるけど、契約書のない口約束なんて大抵は知ったこっちゃないんだよね。ケツを吹く髪にもならしないのぜ。ドラマ制作側としてはカツカツの予算とカツカツリソースでなんとかやりくりしている状態なわけ。そこに原作者側からクレームが入ってスケジュールに1日でも穴が開くと、ドラマの枠に穴が開くことになるのぜ。ぶっちゃけ、1話でも穴開けたら、その制作陣や監督は次の仕事はないよ。そういった針の穴を通すような仕事をしている側からすると、ぶっちゃけ脚本なんて知ったこっちゃないってなるのぜ。ここがガチで見ている方向と世界観が違うからそうなるって部分の肝の部分なんだけど、原作者は主に作品を通してジパング社会の生きづらさを表現することで、その作品を触れた人が、生きづらいって思っているのは私だけじゃないんだって共感させることで、明日への糧になれば良いという、ある意味崇高な思想を打っているわけね。ふむふむ。ところがギッチョンチョン、ドラマ制作者側ってのは、いかにして規定された予算とスケジュールの中で視聴率を稼げるかってのを見てるわけ。脚本家も、そういったドラマ制作者がどうやったらスケジューリングしやすいと思えるような脚本にするかとか、どういう展開が視聴率に直結するかというのを考えて作品を作るわけ。要するに、ドラマってのはもっと世俗的になるってことなのぜ。そういうこと。ぶっちゃけ、作品が持っている生きづらさとかなんてどうでもいいわけだし、今時ドラマを見る層ってのはごく限られたクラシックな層だから、そういう人間ってのは社会の生きづらさとかよりも、水戸黄門を流しておけばいいわけ。ふむふむ。だからドラマ制作側としては、今回のような物言う原作者ってのはクレーマーみたいな厄介な爆弾だし、一日相手してスケジュールに穴なんか開けようものなら、おまんまが食えなくなっちゃう死神みたいな扱いになりやすいってことね。ミンチよりひでえのぜ。何度も何度も言うけど、どしがたいほどにできと素行の悪いクズみたいなものだから、そういうやつが約束を守るなんて1ミリも期待しちゃダメだし、話してもわからない、誠意は伝わらないよ。一応言っておくけど、今回のこのドラマに関わった特定の人間のことを示唆しているわけじゃないのぜ。世間一般のジパングの概念の話をしているのぜ。これガチで大事な部分なんだけど、顔面視聴率持ってるアイドル役者がわかりやすくくっついたり離れたりするトレンディドラマがジパングテレビドラマの正解なの。是非もなしなのぜ。なのでまとめると、ドラマは利害関係者がクッソ存在するし、
そもそもジパングのドラマって時点でドラマ化に対して期待すんなって部分を漫画家は肝に銘じておくこと、その漫画家の担当編集者はしっかり伝えておくこと、ふむふむ。というのも、この話ってのはぶっちゃけこの漫画家の担当編集者が何やってんの？って案件だとおまんじゅうは思うわけ。というのも、今後漫画原作のドラマって、ほぼ少女漫画に限定されるわけ。予算の都合上、CG を大量に使うバトルものは作れないからなのぜ。そうそう、で、少女漫画というか女性作家の担当編集者の仕事って、120% メンタルケアが仕事なんだよね。これは、少女漫画の編集者はイケメソでホストみたいな感じの身なりをしなきゃならないらしいし、常に作家のトレンドをリサーチして作家が好きそうなお菓子とかの差し入れを指摘を常に使う、メンタルケアが仕事の全てみたいな感じだからなのぜ。だから、作家のメンタルだったり癖ってのをマネージメントするってのは担当作家の当たり前の仕事だと思うし、今後の話なんだけど、雑誌編集者はドラマ化のオファーが来たら、ドラマと原作は別物だと思っている。小遣い稼ぎできてラッキーって思うようなタイプの作家以外にはドラマ化の話は極めて慎重にしなきゃダメだと思うよ。それか、再三にわたって、ジパングの漫画原作のドラマは基本的に原作レイプのうんこが出来上がります。あなたがどんなに注文をしたところでその願いは1ミリも叶いません。そういった世界ですけど、ドラマ化受けますか？って密にコミュニケーションするとか、相手がどんな尺度の物差しを持って世界を俯瞰しているのか、しっかり寄り添う必要があると思います。この作家も、そもそもここまでお伝えしたのだからよもやうんこは生まれないだろう？というある意味過剰な期待を持ちすぎたことが原因みたいなところかもしれないしね。大抵はまあ、期待外れでも最悪赤点くらいだろう。だってここまで念を押ししたしって思うけど、実際、ものすごく頑張って赤点取れるかどうか？がジパングドラマの平均的な実力だったということなのぜ。何度も言うけど、ジパングが生み出す漫画原作のドラマに対する評価が高すぎるのぜ。というか、これは試験なんだけど、原作ファンって多分ドラマなんか見てないんじゃないか？説が最近のおまんじゅうの中では濃厚で、ドラマって多分何作っても、ほとんど一定数の視聴率は確保できるんじゃないのかな？って思ってる。このドラマのレビューをあさっても原作ファンですってレビューはほとんど見つからなくて、原作があるって知らないご新規さんのレビューが多かったです。ジパングのドラマは大体は金太郎飴シナリオだから、顔面視聴率持っているテンプレ風 OL が顔面視聴率持っているイケメソと離れて最終的にくっつくとか、そういう水戸黄門をだらみしたいって視聴者が大半なのかもしれないと予測できるのぜ。そもそも常に100点満点中、8点とかしか取れない過去の実績データがあるのに、なぜか最低でも50点くらいは取ってくれるだろう？っていう思い違いが根底にあると思うよ。闇が深いのぜ。というのも、原作者が指摘しているように、ドラマの脚本においてベリーダンスの解釈が違うって指摘があるんだけど、これ致命的なやらかしなんだよね。これを原作者が発見しちゃったら、あ、この脚本か何一つ原作に対する興味がなくて、やっつけで仕事してんなーって印象を原作者に与えるから、その時点でここでのコミュニケーションは分断されて、一生繋がらなくなるのぜ。普通に原作に対するリスペクトがあるか、熱狂的なファンなら当然ベリーダンスに対して興味を持って学習するのぜ。もうこのベリーダンスに対する解釈が違うってのは、言うなれば、適当にベリーダンスってこんなもんだろって感じで調べもしないでやっつけでやってることが原作者に対してもろバレで、何度も言うけど、ほとんどのジパングの漫画原作のドラマや映画に関わる人間たちは、上から降ってきた仕事だから仕事として処理しているだけで、原作リスペクトなんかほぼないよ。原作漫画すら読んでないんじゃないの？っていう感じだと思うのぜ。なぜ言い切れるのかというと、仮に原作に対するリスペクトがあるなら、そのドラマは少なからず原作ファンから好意的に捉えられるし、そういった映画やドラマはちゃんと評価されるからなのぜ。そんでしっかり原作リスペクトして作品作り続けていれば、今頃ジパングの漫画原作実写化すげーって評価になっているはずだからね。でも現実は、ちなみにこいつら本当に仕事できねえなーっておまんじゅうが思った部分は、しっかり脚本を原作者に読んでもらって OK もらって作ってます。俺はやってねえ、自己保身に走っている部分で、こりゃあそうなるわなって思ったよ。典型的な仕事ができない奴が仕事をしているっていう業態なのぜ。まあそんな感じで、ドラマ制作者側は原作者というよりも視聴率しか見てないから、もしも今回の作家のようにメンタルケアが必要なことが多いタイプの職人かたぎの作家さんなら、この作家を唯一守れる、メンタルケアできるのは担当編集者しかいないから、ドラマの脚本をしなきゃならなくなったってなったら、連載落とさせてあげて、テレビ局側に対して仲介役として、作家が思ってる不満を代弁してあげて悪役やってあげるとか、いかようにも調整のしようがあったと思うよ。流水本に帰らずなので今後はしっかりやるといいのぜ。漫画家をこすったらたまに金を吐き出すチリ紙みたいな扱いしていると、
ただでさえ出版業界は斜陽産業なのに、これからもっとオワコンになると思うよ。で、今後の対策だけど、メンタルケアが必要なタイプでこだわりはの作家にドラマ化や映画化のオファーが来たら、雑誌編集者は作家がうんざりするほどコミュニケーションを取れ、ということに尽きるんじゃないかな？ジパングテレビドラマというコンテンツは時代に取り残されたカスみたいな産業だから、そういった産業に対して自浄作用だったりイノベーションを期待するなってことなのぜ。とりあえず、漫画ドラマ化が決定しました。嬉しい。ご存知のように漫画原作のドラマはほぼ原作レイプの残念な作品にしかならないです。私は漫画とドラマは全く別物だと思っていますし、クソドラマ大好きなお兄さんとお姉さんと一緒に、自分の作品がどう解約されるのか楽しみにしています。そしてそのクソドラマを見たんパーセントの人が本物はそんなゴミじゃなくて面白いんだよってきっかけになってくれたら嬉しいです。ドラマ化するにあたってこの文章やこれから私が投稿する不平不満を含めて投稿することを許可する、という契約をしてくれることを条件に了承しました。原作はドラマの114,514倍面白いので、これをきっかけに本物を手に取ってもらえたら作家冥利につきます。みたいな感じと距離感でいいんじゃないかな？って思うよ。真面目な作家ほどドラマ化を受けない方がいいんじゃないのかな？ってことなのぜ。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると大変励みになります。他にもサブチャンネルでは BGM 代わりにダラダラ見れるゲームプレイ動画を作っているので、遊びに来てほしいのぜ。それらはすべて概要欄に記載しております。普段はゲームと漫画と映画と甘いもののレビューをしている感じのチャンネルです。参考になったら幸いなのぜ。また次の動画でお会いしましょう。ラブ&